キユーピー3分クッキング。今はフレッシュなバジルが手に入りやすい季節です。今日はバジルソースを作って、旬のたちではバジルソース早速作ってまいります。はい、はい、今日は作りやすい分量で用意しました、はい、まずバジルの葉っぱが 50g ね、はい、市販のパックで言えば4パックぐらいですね、はい、そしてニンニク1かけ、それからアンチョビのフィレが1本です、はい、そして松の実ですね、これは煎ってあるもの、はい、大さじ2杯分、はい、そしてパルメザンチーズすりおろしたものです、はい、こちらも大さじ2杯分、はい、そして塩です、はい、小さじ1杯結構効かせるんですね、はい、塩はね濃いめにしておくと持つんですね、はい、日持ちがします、うん、胡椒ですということで今日も多めに作るんですね、はい、では、はい、オリーブオイルをこの縁から下の方に回るように入れていきましょう。沈んできました、はいね、バージンオリーブオイル1/2カップ、はい、なるべく美味しいものがいいですね。ではこれで回せばいいだけなんです、はい、こう多めに作っておくと便利なわけですね。とっても嬉しいです、はい、作ってあると、はい、こうバジルはベランダでも少し栽培できると言いますし、今ちょうど育ってるんですよ、はい、もう何回も作りました、はい、はい、これで結構です。滑らかになれば出来上がりです。簡単でしょです ね、はい、じゃあこれをですね、生では使い切れなくても、はい、ちょっと見ていただきましょう。こういう風にペースト状になればいいですね、はいはい、さあ出来上がりました、はい、でこれが先生多めに作って保存が効くんですね、はい、冷凍がいいですね、はい、冷凍こういう風に薄くして入れとかれるとすぐ戻りますから、そうすると色が変わらず香りも変わらないでいつでも使えるんです、うん、パスタなどにも、はいね、はい、フランスパンですでは今日のタチウオ、タチウオも夏のお魚です。今が旬ですので、このように子供、子持ちが多いんですね。ですから、はい、この子供がついてるとですね、はい、ちょっと焼きにくいんですよ、はい、それで割り箸に紙を巻いて、はい、でこれをちょっと引き抜きますね。立派ですね。この子供も美味しいんですよ。でもつけたままだと焼きにくい、なかなか焼けないんですね。でこのように取り出して、はい、今日はどちらも一緒にソテーするんですね、はい、そうです。で今度はヒレについてる骨を取りたいんで、とってもね長い骨がついてましてね、それが食べるときにちょっと邪魔になりますので、このように背びれの上下上下に包丁を入れますね、はい、身の半分近くまで深く入れるんですね。そうですね、はい、そうしますとほらこんなに長い骨がついています、はい、これはねお魚屋さんに頼むとしてくれますからね、はい、はい、では塩コショウですね、はいはい、お塩、卵にもそうですね、コショウです、はい、両面です、はいはい、でこの塩コショウは後ほどのバジルソースがしっかりしたお味なので控えめで結構ですね、はい、そしてお粉をつけてカリッと焼きたいですね、はい、薄く両面にまぶします、はい、これも余分をはたいて置いた方がいいですか。そうですね、はい、こんな感じで、はい、さあではこちらを、これからソテーしていきます。いきます、はい、さあ大きめのフライパンがいいでしょうか。そうですね、そしてオリーブオイルを使うんです。一杯ぐらいでしょうかね、はい、で全体に回しましたら熱くなったところへ、はい、はい、これが、はい、こういうふうに入れていきますね、はい、卵も入れましょうね、はいはい、さあ入れましたら火は中火にいたしまして、お魚の下に油を回します。これ回さないとなかなか綺麗な焼き色がつきませんので、はい、油が足らなかったら足しながら焼いてください、はい、今大さじ1杯ほど入れましたら、そうですね、はい、でここではこんがりと美味しそうな焼き色をつけたいですね、うん、触らずに油をそこに回すわけですね、はい、そうですね、はい、フライパンを動かしながら、はいはい、さあ
火は中火ですね。はい、こんな感じでしょ。で、いい美味しそうな焼き色がついたら返します。はい。はい、パチパチといい音がしてきましたが、ね、卵も膨らんできましたね。ぷくっと返してみましょう。はい、もう少しでしょね。はい、卵の方はどうでしょうか。卵は、はい、はい、いい焼き色がついてきましたね。はい、中火で焼き色をつけるんですね。つけていきますね。はい、あまり強くしすぎない方がいいんですか。そうですね、中火がいいですね。はい、そして美味しそうな焼き色がつきましたら、あとは蓋をしてこの白ワインの力を借りてですね、はい、白ワイン大さじ2杯です、はい、蓋をして、そして火をちょっと弱くしてしっかり火を通します。意外に火が通りにくいです。そうなんですね。はい、それがしっかり焼いたものがこちらです。はい、もう焼けています、はい、でタチウオはね、あの火が通ったかどうかとても分かりやすいんです。この、背びれを取ったところ、ここですね、はい、ここが白くなってればピンク色だともう少しですね。切れ目のところですね。はい、はい、ではでは出来上がりです。あ、美味しそうですね。いい香りがしますね。はい、このタチウオの白身ってとっても美味しいお魚ですよね。はい、ではさあ今日は卵を取り出して一緒に、はい、召し上がってください。この卵もなかなかのものでございます。はい、では先ほど作ったバジルソースですね。はい、あ、トマトを先生付け合わせですね。そうです、焼いておきました。このバジルソースはトマトにも合いますので、どうぞ。では材料です。バジルソースはバジルの葉 50g、 ニンニク1かけ、アンチョビーフィレ1枚、松の実いったもの大さじ2杯、パルメザンチーズ大さじ2杯、塩小さじ1杯、胡椒少々、バージンオリーブオイル1/2カップです。今日は多めに作りました。タチウオは塩コショウ、小麦粉を両面にしてオリーブオイルでソテーしました。白ワイン大さじ2杯です。トマトも小麦粉を薄くまぶしてあらかじめオリーブオイルでソテーしています。タチウオのソテー、バジルソースです。